こんばんは、作曲家の和田孝宗でございます。ボーカルトラックを作っていると、撮ってる時は良かったのに、音をミックスしていくうちに、なんかボーカルの音が耳に刺さるように痛いなとか、そういったことってありませんか？ DTM 初心者だとこういうところにまずつまずいたりするんですね。これは私も全然まだまだ未熟なところもありますが、まあ、長くやっていくうちに、あ、こういうことがあるんだなってことが気づきもたくさんあるわけですね。で、今日はそういった耳に刺さるようなボーカルをどのように対処していくのかというお話をしたいと思います。ボーカルトラックで耳に刺さるような痛い音がしたときは、ディエッサーというプラグインを使うんですね。これはプラグインでなくてもアナログのアウトボードでももちろんあるんですけれども、 DAW の中で編集するときにディエッサーを細かくコントロールしながら使うことが多いんじゃないかと思います。まあ、ただこれがディエッサーというプラグインを使ってもなかなかうまくいかないとか、そういったこともあると思うんですよね。で、結局今はまたちょっと違った方法で対処したりしてるんですね。まあ、あとは地道にボーカルトラックのオートメーションで、その耳に刺さるような痛いところをちょっとずつこうコントロールしたりとか、ということもしております。というわけで早速題材の音源を聞いてみたいと思います。生まれる前から知ってた、あなたの元に行くこと、出会う前から聞こえてた、あなたの声、口笛を遠くまで響かせては、あなたは幸せと笑う、私たちが生まれたことを選んできたからね。はい、という感じの曲ですね。こちらの楽曲はですね、シンガーソングライターのたけるさんの「とわとあなた」という楽曲でございます。詳しくは概要欄の方にたけるさんの情報を載せておきますので、気になった方はぜひそちらの方もご覧になってください。一般的にはですね、ディエッサーというものをまず使うんですけれども、これはどういったものかというと、このトラックのある帯域だけを検知して、一定の音量を超えた時にですね、それをコンプレッションするというものがディエッサーというものです。これはオックスフォードのサプレッサーというプラグインなんですけれども、まあ、標準についているディエッサーというものがだいたい同じ役目を果たしていて、そこからあのサードパーティーのものだとちょっと音が違ったり、かかり方が変わったり、そういった特徴がそれぞれあると。で、こちらはですね、例えば今この 3kHz から 7.98kHz、 この間の部分でスレッショルドマイナス 22.8 を超えたら作動するように今なってますね。口笛を遠くまで響かせては、チーのところですね、チーがすごい飛び出てしまうので、そこにかかるようになってます。これスレッショルドを上げると、口笛を遠くまで響かせてはという感じで、今引っかからなかったんですけど、このスレッショルドを下げると、口笛を今ここリダクションがピコンと黄色いのが飛び出て、ここも赤いのがピコンと下がりましたね。これ今作動している状態で、これかかりすぎると今聞いたみたいに口笛をちょっと下ったらずな感じになってしまいます。なので、これはかかり具合は耳が痛くならない程度にかけるものです。まあ、もっとあの極端にこの音だけをかけたいっていう時は、この帯域をですね狭くしちゃう、 3K から、まあ、3. 何 K とか、口笛をと口笛を、まあ、なんかこんな感じで本当に特定の場所だけをかけるとか、そうすると音の変化が少なくてナチュラルになっていくと。まあ、これが今までのディエッサーで耳に痛い部分を対処していく方法だったんですけれども、まあ、私は最近ちょっともうこのディエッサーをだんだん使わなくなってきてしまいまして、じゃあ何を使ってるのかというと、こちらキルヒホフ EQ という多機能な EQ、 イコライザーなんですけれども、これはただの EQ ではなくて、ダイナミック EQ といって動的な EQ ですね。ある一定のスレッショルドを超えた時に EQ を動的に作動させるものですね。それがダイナミック EQ です。なので
原理的にはほぼコンプレッサーみたいなことができるんですね。なんでこっちの方がいいかというと、まあ、EQ として使えるし、なおかつ一部分だけディエッサーのように抑えることができる。このヘッドホンマークを押すと、この帯域の部分だけが聞けるんですね。といった感じに、場所を探してこのアナライザーで見た目でもちょっと確認して、音も確認して、なんなら EQ をかけながら、この部分だけはダイナミック EQ で少し音をその抑えるとかといったことは、これ一つでできてしまうので、私は便利なのでこれを使ってると。でなおかつこの EQ ポイントというのをこうやって複数立てることができるんですね。でこれは少し低い方のピーンって出ちゃう部分を押さえて、この上のやつはシとかスとか、この高い方で普段は引っかかんないけど、その気になるとこだけ引っかかるにするとかといった感じでポイントを作っておくんですね。まあ、これが果たして一番ベストかどうかっていうとちょっと分かんないんですけど、今現状では私はディエッサー用のこのキルヒホフをどっかで立ち上げて、他のプラグインで EQ したりとか、まあ様々なんですけども、やり方は。例えば今聞いたこのボーカルトラックだと、撮った段階では気にならないけど、例えばこの EQ でハイをちょっと上げて空気感を出して明るい音にした、でなおかつ後でコンプをかけたりとかしていくと、だんだんその差し進せそうが気になってくるとかということがあるので、まあ、どっかの段階でそれを挟み込んで、コンプの後かもしれないし、コンプの前でやるかもしれないし、そこはちょっといろいろなんですけれども、このダイナミック EQ で広域の気になるところ、痛くなっちゃう部分っていうのを押さえていくと。 C は多分こっちですね。じゃあ他のところちょっと聞いてみますね。街の黄昏時、はい、今みたいな、サビとかで張った時ですねに、この 3K 付近が街の黄昏時、ここですね。あのすごく美味しい部分なんですけれども、ハイを上げたことによってこの辺がちょっと飛び出てしまうのと、相対的にその下の方の音と今の 3K あたりがバランスですね、そこがどんだけ出ててほしいのかっていうのバランスが、生で聞いてたら全然気にならないけど、録音物として聞いた時にこれがちょっと割合として多すぎちゃうとかっていうのを、まあ聞いてて判断するしかないんですけどね。そこはやっぱり心地よく聞ける方が大事なので、あのメーター上でこうなってるからかけた方がいいとか、そういうことではないんですけどね。で私はこの今 3K あたりにダイナミック EQ を、街の黄昏時、これをかけないと、街の黄昏時、街の黄昏時といった感じで、まあ、これやりすぎてしまうとその音のイメージが変わってしまうので、せっかく張り上げてるのに張り上げてる感がなくなってしまうとかといったこともあるので、ここはやっぱりセンスが問われる部分ですよね。どのぐらいかけるのかという、やっぱり一番のポイントはこのハイを上げたいけどでも痛くなりたくないとかといった時は、こういうふうに、ダイナミック EQ で、落としていくのが私は今のところ一番いいなと思っております。はい、というわけで、耳に痛いというのをどういうふうに対処するのかっていうのは、もちろんこれだけではないんですけれども、その方法の一つとしてこのようにある帯域だけをダイナミック EQ で落としていくと、まあ、こういった方法もあるということでですね、頭の片隅に置いておくといいんじゃないかなと思います。実際は私は結構オートメーションでこのサシスセソの部分をこう落としたりとか結構するので、使い分けとしてはサシスセソ系はある程度オートメーションでやって、その上で今みたいな張った時に強すぎちゃって痛くなってしまう、音を明るくしたいけど一部分だけ飛び出たりとかしないようにしたいという時に、こういったダイナミック息を使うということが最近多いパターンかなと思います。では今日もご視聴ありがとうございました。